社長がバトンをつなごうっていう話をしてて、次に、まあ、J1 っていう舞台を残してバトンをつなげたっていうまあそこに、まあ、もっといい結果が得られればよかったですけど、まあ、最低限の結果を出せたっていうのは、まあ、僕たち今年しっかりやってきた成果でもあるので、それをまあ来シーズンにつなげられるように、まあ、つなげられるようにだし、まあ、いいバトンを渡せたと思うので、まあ、しっかりとまたいい結果を残せるように、まあ、アビスパの歴史をこう塗り替えてきたんで、この3年間またしっかりいい結果が出るようにやっていきたいと思います。とりあえずって言い方おかしいですけど、今年は本当に1年間応援ありがとうございました。本当に苦しい時に力になりましたし、まあ、なかなかいい気持ちを与えられなかったですけど、最後こうやって残れたことが、まあ、今のアビスパにとっては本当に大きいと思うので、ありがとうございました。以上です。テンパです。